カルロス・アウベルト・トーレスは、ブラジル・スドナバラ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。息子のカルロス・アレクシャンドレ・トーレスもサッカー選手であり、J リーグの名古屋グランパス8などで活躍した。攻撃的サイドバックの創始者とも言える選手で、クラブチーム、代表チームの両方で、王様、ペレのチームメイトとして活躍した。 サントス時代には5度のリーグ優勝に貢献。カラーテレビ放映が開始された1970年の W ハイメキシコ大会にはブラジル代表キャプテンとして出場。特に決勝のイタリア戦ではオーバーラップからワンタッチでファーサイドにシュートを決めた。ブラジルに最後のジュールリメハイをもたらしたこのスーパーゴールはブラジル国民の魂を熱く歓喜させた。現役引退後は フラメンゴや各国代表チームの監督を歴任。2004年、ペレが選ぶ世界の名プレイヤー、フィファ100の一人に選ばれた。2016年10月25日、自宅で心臓発作を起こし倒れ、搬送先の病院で死去。去年72。死の2日前に、テレビにコメンテーターとして出演するなど、ご意見番的活躍をしていた矢先の出来事だった。 息子のトーレスが名古屋に所属していた当時約1ヶ月を名古屋で過ごした。ブラジルでは有名人でありすぎるため自由に外出もできなかったが日本では散歩や買い物などもしていた。ありがとうございます。